玄米茶は、いった玄米から作られる、浸出液である。朝鮮語では、ヒョンミ茶、ベトナム語では、ヌオックガオルット NCGOL、トン、ヌオックガオルットザン NCGOLT ラン、または、ヌオックガオザン NCGO ランと呼ばれる。この茶は沸騰した水中でいった玄米を浸出させる、ことによって作られる。朝鮮では、ジャポーニカ米の玄米が大抵使われる。 米を洗い、水につけ、乾いた平鍋、または深鍋でいって、冷ます。およそ50グラムのいった玄米を600ミリリットルの沸騰した水に加え、5から10分間煮る。出す前に米粒をこすこともある。この飲料の色は、薄黄色から淡い狐色まで様々である。朝鮮の食料雑貨店や、伝統的な市場、スーパーマーケットや、国外の朝鮮食料品店では、 ヒョンミ茶用のいられた米が売られている。ヒョンミ茶はのく茶と混ぜ合わせて、ヒョンミのく茶を作ることができる。日本では同様の緑茶が玄米茶と呼ばれる。ボリ茶、メミル茶、オクシス茶は同様のやり方で大麦、蕎麦、トウモロコシを使って作られる、朝鮮伝統茶である。寸ン,ンはおこげから作られる飲料である。水を米のおこげが底についた。 まだ熱い鍋に直接注いで作る。ひょんみ茶とは異なり、米粒は柔らくなるまで、比較的長く煮て、液体と一緒に飲まれる。ありがとうございます。